ようございます。おはようございます。まあ平塚ということで、そうですね、平塚今日から2連戦、うん、まあ、2連戦だけどやる気とかはあんま感じられない、感じてるやる気しかないよ。あるよ出してってるんだから、うん、頑張ってるよ、まあ、ということで、まあね、必死にやってもらうためにパチンコで勝たないともう生活できませんよ、そういう企画にしましょう。なるほどね。ホテルとかね、うん、はい、まあ、ご飯とかを全部賄ってくださいっていう企画です、うん、今日。おー、なるほど。じゃあサバイバル系のやつ、1泊2日平塚2連戦を自分たちの出玉のみで生活しろって企画ですね。そうです。なるほどなるほど。じゃあホテルも飯も、はい、まあ、はい、移動は車があるんであれですけど、そうですね、全ての経費は全部自分の出玉で賄えよと。はい、 OK ですよ。おー、いいですね。まあ、だからまあ負けたらもう野宿でご飯なしみたいな、まあ感覚だね。極論もうじゃあ定までマイナスだった段階で、まあそりゃそう、飯も食えないとか、まあそりゃそう、で車に泊まるとかも自分で考えるとか、まあそう、一応個人戦なんだけど、あ、はいはい、まあ、どっちか勝ったら、うん、まあ、もう一人、まあ、かわいそうだったらまあ多少出してあげてもいいよっていう。あ、じゃあ俺がめっちゃ定ま収支でプラスになったとして、そうです、ね、赤座がマイナスだったとして、赤座飯食えねえになったら、はいはい、コンビニのおにぎりは買ってあげるよみたいな。優しいなお前とか、まあ、ホテル取ってあげることも別にいいよ、ね、まあまあ、あ、なるほど、いいね。オッケーオッケーオッケー。あ、じゃあもう取っとこうか。そしたらじゃあ俺が、あ、お前すごい先読みしてるわよくない時の先読みしてるしかもこの平塚で、うん、あるを平塚でやらせてもらえるなんて、うん、もう勝率ほぼ 100% だから。そうだね、俺らはもう勝ってるからね、うん、ほぼかなりね、あのいい店舗さんなんで、うん、これ簡単、いい日だね、余裕です。うん、はい、ありがとうございます。いい日です。おはようございます。お願いします。おはようございます。お願いします。ちょっとあれ座れないよ並びで、ちょっと他見よう。うん、他見よう。リゼロエヴァ、ザトウイチ行く。ザトウイチ、ザトウイチ行く。ザトウイチ行く。ザトウイチ、じゃあザトウイチだよ。はい、というところで、まさかすぎる、まさかすぎる新ザトウイチ歌わせていただきます。永遠の消防隊打ちます。え、いや、違う、あ、いいよ、いいよ。どういうこと。永遠の消防隊打ちます。俺の抽選が悪すぎて、悪すぎてとか悪くないんだけどな。まあまあまあ、そうだね。なぜかこう、永遠が取れない状況っていう、それぐらいちょっとね、このアロー平塚がパチンコ盛り上がってる、そんな感じだったっけってぐらい、なんかこんな取れない狙い台って感じでございますと。取れなかったね。いや、まあいいことなんですけどね。はい、まあということで、ちょっと正直まさかすぎて知識ゼロ、はい、本当の本当の本当の知識ゼロです。あの普段オスピー知識ねえだろとかいう方もいらっしゃると思うんだけど、はいはいはい、本当の本当の本当の知識ゼロだから動画すら見たことないよね。見たことないっていう感じなので、まあちょっと一緒に皆さんと勉強しつつ、あんまりこう YouTube 上でも動画あんまなかったから、はいはいはい、逆にでもあのビギナーズラック的な感じで、あ、ね、10万発狙えるんじゃねえかみたいな、はい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 、ビギナーズラックをちょっと目指して頑張っていこうかなというところで、ちょっと簡単にじゃあスペックだけ説明させていただきますと、まず大当たり確率 319.1/1 だと、はい、でラッシュ突入率が 60% かな、こちらラッキートリガー台になっているので、はい、ラッシュ中の 7% 取ればラッキートリガー発動するっていう台になっていると、はいはいはい、で、まあ、通常のラッシュに関しては ST が120回転そのうちに90分の1を引くような ST になっていると。でラッキートリガーが発動するとその ST 回数が伸びて178回転になるっていう感じなのかな。まあ要はラッシュ中いかに 7% の振り分けを引けるかっていうところ。ちなみに通常時の、ラッシュ中でも 10% 引けば10ラウンドプラス実質次回濃厚もあるんで、まあ、3000発みたいなのもあるのかな、そうだね、多分だけどっていう感じ。ざっくりそんな感じ。ちょっとよくわかんないから一緒に打ちながら頑張っていきましょう。 OK、 ありがとう。一応なんかカスタムがいろいろあって、血しぶきみたいな、血しぶきフラッシュ予告が 46% なのかな。あー、なるほど。これ多分叫ばれみたいなことだよね。じゃあこれ入れましょうか。俺もそれ入れ、今それ入れた。 OK、 多分この襖みたいなところがなんか赤く染まりみたいな感じなんだろうと思ってる。あー、なるほどね。 OKOK、 それがくれば 46% ぐらいだと。そう、 OK です。早速ちょっといただきます。あー、マジで喉カラカラだったから。そうだね、うん、差し入れで、ガチで差し入れでいただいた。ありがとうございます。ありがとうございます。しかもあれだね、赤澤さんに関してはさ、うん、タバコもさ、
つえな、結構辛くない？俺非喫煙者だから分からんけど、あのね、そう、喫煙者はもう多分辛いの分かるよね、マジで、ね、やばい、もう本当に集中もできなくなるしね、いわゆる整えの時間に絶対入ってくる一本だから、それがないな。だから俺まずちょっと出玉増やしたらタバコをちょっとかあの交換しに行こうかなと思ってる。ああ、なるほどね、うん、しかもちょうどなんだけど、あのこのアロヒラ塚店では、うん、最近リフレッシュオープンされたらしくて、はいはいはい、あ、そうだね、1階のフロアとかでも、だから普通にシンプルに電子タバコならこうやって吸えるようになったっぽい。そう、ここで吸えるっぽいね、パチンコ打ちながら、はい、だからマジでタイミング悪いっていう。そうなのよそうなのよマジでミスった。だからね、まあ普通に喫煙者の人は打ちやすくなったお店なんじゃないでしょうかというところで、はい、今日も頑張ってやっていきましょう。やっていきましょう。さあ、これじゃない？乗ったぞ。これだよね、多分。いや、すごい。なんで、血しぶき？この時点で 46% あります。さあ、いいよ、いい音鳴ってる、やばいね、うん、座頭一貫満載の音の鳴り方だったよ。おー、座頭一貫満載、俺も知らないんだけどさあ、線量箱の保留の変化が来てます。多いよ。さあ、全然わからんが一緒に楽しんでいこう、みんなでね、探していこうぜ。ああ、っていうところで、一応金系が来たら 60% くらいあるっぽい。おー、OKOKOK、うん、金系絡むそれがわかればいい。ああ、まあだけどさ、これ入銀のなんだっけ、あの花のケージとかもさ、結構外したりするからね。はい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 。さあ、線量箱が、なんだ、赤保留なのかな、これ東野後期っていうやつになってるね。熱そうではあるよ。さあ、2点敗。さあ、どんなリーチがあるのかとか全く分からん、本当に。そうだね、うん、一応説明書 見とくわ、うんうん、いいぞ。そう、一応でも注目演出としてはいろいろあるっぽいね。うん、あの乱れ切りだったり、夜系が来たりとか、金系絡んだりすると結構熱い。あとはあのフリーズ系の演出が来たりすると結構注目演出っぽいんで、そこら辺が絡んでくるとだいぶ期待できるんじゃないかなって感じかな。さあ、技術さん行きましょう。いいね、うん、やっぱりパチンコにはビギナーズラックってものがあるから。おっと、熱そうじゃないか。やばい、赤イルミまで行ってるぞ。さあ、押す。え、熱そうなんだが、初回から注目。うおー、え、待って、これ乱れ切りエースまで行くんじゃない。乱れ切りかもね。あ、乱れ切りですね、うん、注目エース、注目エースの一つですね。さあ、2点敗、これガチガチに熱いぞ多分さあ、朝一29回転目待って、これ疑似4じゃないの、これ違う。いや、そうだ。あ、違うの、違うの、疑似4ぐらいいってるね。疑似4っぽかったけど。さあ、後期ごめん、バチバチに熱いわ。朝一29回転いいよ。投資もね、まあほぼ2000円ぐらいですね。さあ、一応夜 SP っぽいですね。あ、そう。え、このまま一応感じ、これ行くの。え、こんなシンプルに行っちゃう、行けるか。ありがとうございます。うわぁ、朝一29回転投資2000と500円、上皿がパンパンって感じでございます。ほぼ2000円。さあ、朝当たり取りました。ザト一だったかあの、延々だったら取れてなかった、これは。そうだね、うん、いや、熱い。さあ、というところで、ここから 60% 取れればラッシュいきます。押す。ダメなのかな。ダメですね。あ、そういうことね。ちなみに、50% で、ラッシュ 10% 取れば次回あたり3000発なのかな、これ初当たり中だ。今 40% 取っちゃってましたよってことなのかな。まあ、もちろん昇格あるんじゃないですか。で、このラウンド中の演出が成功で、ラッシュにも行くそうですと。はい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 、はい。さあ、おもろくなってきたよ。さあ、このチャレンジかな。ろうそくの炎をすべて消せ。どうやって、連打、押す、消えろよ、消えろよ、失敗。こんなあっさりなの。来た来た来た、こんなあっさりなの。おい、昇格したってこと。ザトウイチ、ザトウイチだこれ今スッて入ってたよ、何今の。俺何が起きたか全く分かってないんだけど、一応多分ロウソク消えてないよ。消えてないんだけど、復活演出ってことなんじゃないの多分ね。北斗でいうリンちゃんみたいな、全ての演出がぬるっとしてて、ちょっとなんかあの喜びどころが分かんなすぎたんだけど、まあラッシュです。さあ、まずは転廃しましょう。おい、OK、いいよ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 。ん？なんか良さそうだけどね。激闘、ザトウイチが勝利して当たりかな。さあ、絶対に赤がいいはず、こんなん。いきます。
緑、まあ悪くないんじゃない？わかんない、わからんけど。さあお願いしますよ。どうなの、押し切れるこのまま？お願い。いやダメってこと？うわ弱っ、ザトウイチ弱っ。いやいやかっこよ感情どうなってる、かっこいいけど今のは。さあやばい、25回転。ちょっと待って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 、落ち着け。朝一大事だぞ、投資浅い瞬間にお前319取るのどれだけ大変か。いやー出てほしいな。ちょっと待ってくれマジで、1回でもいいから見たい。そういいよ、あそうだよ。いない。何その北斗の拳的なやつなの、かっこよ、このやつはかっこいいのさあ残り10回転、やばいって、やめろマジで。オッケー、あ保留変化なってる、保留点滅しなかった今。うんしてた。え夜がいいんじゃないの、良さそう。なんやねんこれ、なんやねんこれマジで。おいザトイチなんだよこれ、おいおやばい、もうマジで何、全く面白いところなかったんだが今のところ。まだ弾砲がある。えちょっと、いやなさそうマジで。うわ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 、ザトウイチの洗礼食らっちゃってるわこれ完全に、やばいマジで。おい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 、なるな。ちょっと待って今さ、後なりとかじゃなかった、こんな感じだったの。え入賞時じゃなかったよね多分、あれ違うかな。さあ今現時点で 46% ぐらいあります。さあ次の保留かな。さあどうなる、え保留消えたんだか。待ってザトイチ得意、もしかしたら俺の得意技術ザトイチだったかも。やっと出会えた説ある。俺長かった、いろんな台を経て、あいろいろ探し回ったけど、大工の源さんやら ね、永遠やら、うん、リゼロやらいろいろ打ちましたけど、ザトウイチとは思わなかったねちょっとさあというところでいきましょう。 46% あるからね、さっきこんな感じで当たってるから。ちなみにこれ、3点敗とかだったら結構 80% ぐらいあったんですよ。7だったら大当たりの方向とか、ね、で1とか 5かなとかだったらスーパーリーチに行けば熱い 60% 超えとかあったはず。なんかそうだけど、だからね、うん、良さそうな音はしてるけども、あれ 76% 赤、いいんちゃうの、いいんちゃうのこれ、当たりそうな雰囲気。さあ決戦ですね、8点敗。ちょっとねどうなんでしょうこれに関して、どうなんだろうね、うん、平田さん結構強いんだよね、平田さん相手、うん、そう平田さんは結構じゃあ当たりやすいと思う。あーなるほどなるほど、熱いと思う平田さん、はいはいはい。あもうこのままいっちゃうんだ、なんか素直だね。赤ボタンだけど外れるの、外れるんだ、素直に行きつつ。あ復活は長かったりしない、長くない、うん、なるほど。だからちゃんとしっかり扱わないと当たらないっぽい ねこれね、多分ね、いろんなもの絡まないと。なるほどなるほど、ということで代行お願いしていい運命の一撃代行、はい。さあ、というところで私2枚目いかせていただきます。ちょっとこの2枚目で決め
いというところで、はい、ちょっと過ぎたので、はい、座頭1からリゼロに移動してきました。はい、来ましたね。空いてる台がね、マジで少なすぎて、そうですね、ちょっとこれぐらいしか打てないというところで、ちょっとリゼロで残り2時間なんですけど挽回していきたいと思います。流れ変えよう。はい、現状私投資3万500円の持ち玉1477玉。はい、結構まずい。私赤澤が5枚目に突入するって感じでございます。ふぅ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 、絶対にいいっすよ。まあでも全然いけるからね。まあそうですね、うん、もちろんリゼロはねやっぱり相性いいと思っているのでこれで出したい。おい、そういうこと。さあ先バレ鳴らしていく。うわ、お芋さんだ。お芋さんだ。お芋さん保留は微妙なんじゃなかったっけ。ちょっと正直あのリゼロめちゃめちゃ久々すぎてさ、で一応チャカチャカはしてた今。ああ、いいですね、うん。さあ、でこの変動ですね。でチャカチャカはしてる。さあ120。うるさい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 、ごめんなさい失礼しました。うるさいうるさいうるさい。さあ赤保留。いや、いいね。赤ってやっぱどうなんリゼロ。赤確かね、もう忘れちゃったな。50以上あるんじゃない。本当忘れたって演技じゃなくて本当はもともと知らないんじゃないの。めちゃくちゃ勉強したんだよ。でももう忘れちゃってるの俺。さあというところで、いやマジで座頭1ならちょっと難しかったものがこのリゼロになった瞬間なんか希望が見えてくるよね。なんかね、なんかね、なんだろうね、わかんないけど安心感かな。やっぱ座頭1はちょっとね俺らが乗りこなせなかった。座頭1は、うん、さあ2連敗終わりの始まり。赤保留で引っ張れるほど甘くなかった気がするけど確か過去の記憶だと金まで、いやないな正直超微妙だけれどもなんかワンチャンやってくれんじゃねえかとは思ってるよ青の台は。さあ124回転目持ち玉ないでございます。はい、誰くー苦しいか。もう結局この分しかないかもしれないね。期待するとしたら、はいはいはい、赤だよ。赤だ、初っ端赤だよ。え、いいんじゃない、ワンチャンじゃない。ブーン、ラストブーン来るでしょこれ。初っ端赤は行きます。赤、そんな赤ある。逆に同色3回だかあるのそういうの。あったようなないような。そんな感じでパチンコ打っております。いや、そうあると思ってやろう。当たってると思えば当たるからパチンコって結局そういうもんだからマジで。さあというところでボタンは普通だね。レインボーだがありがたいけど、ほらほらほら、あったじゃん。マジでございますかこれ。124回転持ち玉内で当たりました。投資変わらずです。よっしゃよっしゃ、あるぞこれ。いや、いいね、早いね。いやマジで座頭1じゃなくてよかった本当。移動してよかった。座頭1多分もう一生打たない可能性があります。相性がねバチバチに悪かったからね。座頭1自体はいいんだけどね、相性ってのがあるから、さあ2あたりこっから何パーセントだっけ。 55% ですね。 55% 55% で突破できる。大切だよここ。落とせ、降りてこい降りてこい、お願いします。んー、もう一丁。なるほど、やりきれん。さあというところでここですよ。もう正直ボタンデフォルトでも全然いけるから。なんか懐かしいなこれ。ああやっぱ久しぶりに。デフォルト2連続いった経験もあります、実績もあります。でもデフォルト以外のボタンが理想だよ。お願いします、マジで頼むぞ。ここボタン赤、うーずっ。いやー、まあそうだよねそうだよね。まあでもいいよ、1500発だから。いいいい、幸先はいいよ。なんかいいね、うん、さあ、だしいいな。とにかく持ち玉が2500発ぐらいだから実質マイナス5000発ぐらい今俺。はいはいはい、はい、全然まくれる。この後2人で車中泊あるってこと。ある、全然マジでまずい状況になってます本当に。これそうだよね、とんでもない状況になってるこれ。残り1時間半もう結託しよう、もうここまで来たら。もうどっちかが2万発出して、うん、もう怒っちゃえばいいんだもん。だってまあそうだね、うん、戦うか一緒に、うん、だからこっからは青スペ結託します。なんでどっちかがもう爆出しして、うん、飯も宿もおごろ。 OK、うん、じゃないとまずいことになるこのままだと。マジでちょっと本当に車中泊だけはやだからさ、俺もやだマジで。平塚の夜を楽しもうよ。そうだね、何が何でも当てよう。ああ、6枚目6枚目。
嘘じゃん。6枚目、6枚目だよ。もうほぼほぼきつくなってきた、この人に関しては。だから最低でも1万2500発以上はないといけないところだよね。まあ、そうですね、はい、もうそれでもどうしようもないから。まあまあそうですね、はい、マジで2万発コースで赤澤さんは OK。 所詮私7枚目、やめてー、7枚目。あー絶対無理だこの人、絶対取り戻す気ないこの人。もうそっちに振り切っちゃった。いやいや、もう絶対出せないタイプの顔してた今。もう先割れもなってないし、一回もなってません。おい、いや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 、来た、いいよ、イエッサー、やっと来た。あるんじゃねえのこれ、刺すぞ。548回転目、頼むぞ。キャハハキャハハ言うとりますけど、さあ煽り来てるね、鬼がかりの。刺せ、いけ、刺せ、紫、なんとも言えない。さあ本日、投資額6万2000円。いや重くなってきたよ。座頭市での1回の当たりのみ、そしてリゼロでは初めての先割れ、はい、しっかり当ててくよ。今のところ怪しいです。もう本当に終わりの始まりかもしれない。終わりの始まり。さあ大丈夫、いけ、いっちゃえ、ポウ、あるかもしれないぞ。止まれ止まれ、レブちゃん諦めんな。残り1時間切ってる状態、ないか。さあこっから5テンパへ、あるか、お、来た、来たかも、ナイス。さあこれ鬼がかり行くっしょ、鬼がかっちゃってちょうだい。いやや、もうマジである。さしかも傷でばい、ほんとこれ当てたらなしの子、頼む。一気に可能性出てきたぞ。さあ赤鬼めちゃくちゃ熱い、いったのこれは。軍だったの分かる。いや軍だったの分かるよ、もちろんもちろん分かるよ。よかったよかった、忘れてるか、見てないとこ思った。全然全然見てるよ。あー気持ちいい、よしよし。さあいろいろ重なって重なりまくって、さすがにいただきました。これはいやー長かった、ここに来るまで。皆さんこっから逆転劇始めます。行くぞ、レインボーボタン初めて見た。ありがとうございます。548回転目まだあるぞ。6万といろいろ合計して、6万2000円、よっしゃあるよ。5時間ちょい実践して初当たり2回目、やっと来た。そういうところで私もさらっと5枚目いかせていきますね。今の時間なんで。うわー気持ちいい、ありがとうございます。やっとだ、やっと来た、頼むぞ。早いからこのラッシュ、いけ、うん、おる、うん、まあ、これは鳴らないとダメってこと、これは。そう、オッケー、鳴らしていく。さあ25番取っとけ、3000だ、1のままか。 OKOK、 全然いい、1500発だったら全然いい。うん、残り70回転、ポキューになって、マジで本当に頼む、買い止めようかな。うん、ポキューならず、そしていいね、ならなくても当たるのね。いいねいいねいいね、そうなんだ、このパターンがあった。 OK、 6000発オーバー、まだまだいきます、行くぞ、いける、絶対にいける。あと何発だ、1万5000発ぐらいなってる。いや多いな、1500発。キラスカのリゼロといったら赤澤か、やっぱリゼロで見せていく、マジで頼む。これぐらいからね、今日ちょっと難しくなってくるの知ってる。3000欲しいね。うん、3000で話変わるぞ。3000、なれなれ、いける、絶対に負けたくない。いた、3000です。いいよ、やばい、タイミングいいぞお前。あるよあるよ。さあさあ来ました、金色のパチンコ玉。オッケー、いいぞ。ちょっと流れ来たんじゃない。流れはある、流れ来てるかも。散々やられてたけど、6万2000円使ったけど、
さあ万発オーバーしました。おいいね、可能性がマジで見えてきた。さあ100切りました。おっおいいよ、マジでいい。乗ってる、いけ、3000、うーん、1500。いや、全然いい、全然いい、全然いい、OK、OK、マジでそう、いける気がする。まだ車中泊だから、うん、まだ車中泊、OK、いいちょい、まだ車中泊か。いやー、OK、まあ、大丈夫。さあ、あと、現状、1万1000発ぐらい持ってます。で、あと2回ぐらい取れば、1500以上2回取れば、まくれます。なので、ここ集中、残り60回。集中マジオッケー。いやマジであるぞ、3000。いったわ、3は3000とかなのかな。オッケー、いやある、これで1万、3800とかだじゃない。そうですね、はい。なのでこれで、そうか、やばい、あと1回あと1回でいけるぞ。おお、なった、よかった。そのちょっと押すやつね、もうすぐに慣れすぎて。まだあるからね、俺も。さあ残り時間15分ですよ、皆様。残り時間15分、15分、赤座を、うわ悪劇してんじゃん。いやいやいや、これ取りたいよ俺、意地でも取りたいよマジで。投資がですね、4万と6000円。4万と6000円、だいぶいった俺も。ねえ、残り時間15分で、ね、白ゲーの煽り来てます。さあ見せていこうか。そこ取れればマジでかい。いやこれ取らないと、むしろ俺車中泊多分このままだと。行こうマジで、いける、いやマジで行く、絶対に取らせてくれ、お願い、まず舞台に立たせて。さあビルヘルム2人いるとか、なんかこういう法則云々とかあったよね。最初来る人微妙なんじゃない。確かに微妙だったはず。多分追撃がね、かなりのチャンスアップだみたいなことはなんとなく覚えてるけども。そう、いろいろな法則あるんだけどね、ちょっとね。おん、だいぶ行った方なんじゃないの。そう思いたいだけ俺が。もう一丁来るし、鉄の牙とか討伐剤ダメなんだよ確かね。鉄の牙はどうなの。あのね、順番の法則あったはず、でもそんな良くないはず。なるほど、今のところ微妙、弱そう、弱そう。うん、追撃、ここマジで頼む、来い、くー、頼むよマジ、スバルで、スバル頼む、お願い、ボタンちっちゃくない、なんか、チャー、お願いマジで、レムが絶対ダメです、さすがに頼む。なんかとんでもない色の、お願いします。回せ回せまだ時間ある、回せ回せ、やめてください、お願いです、お願い、ちょっと残り10回で頼む、誰お前、補給、いやここまで来ていかないのはないだろうお前、本当に頼むぞ、おい、いけー、やばい、終わったかも。しまった、マジでやったこの人。15,060発、やらかした。さあ残り5分になってますよ。残り5分です。一回当たれば変わる、最後のホリムで分かんないから、最後の掘りでラッシュ入れちゃって、別に極端な話、そう2万発3万発出しちゃえば、オッケーオッケー、別に全然余裕な生活ができちゃう。オッケーオッケー、まだ諦めてない平塚のキャバクラ。おっしゃ、あるぞマジで、あるぞあるぞまだあるぞ。さあ残り3分だよ、いけ、残り3分だから、リアルにマジで最後の赤バレ、朝日バレかも。あーそっか、そうだね、いや頼むマジで、本当にこれ最後のやつね、お願い、まあ一応入れとくか、保留もなくなる前に。外れた時を、外れた時を一応入れとく。さあ今のところ特に何もない、当たり前、いやーラストだぞマジで、いいよ、ちょちょ、まずここまではいい、ここまではいい、保留変化ないけど大丈夫。おっしゃ入れといた、オッケー、保険の保留も入れといた、保険の先までもね、保険先までも入れといた、なかなか珍しい。なんでこんなに最後に来る。いやこれまあ一旦外れても大丈夫、これは、あ当たったら嬉しいけど、保険も入れといたんで、
頼む、マジで頼む。これで当ててもいいぞ。ただ放流変化も何もない。残り1分です。残り1分。さあ赤帯に変化したから、いけ、させさせ、紫微妙、ブーン、青、どうなの。まあ、これで当てちゃってもいいんだよ。行こうよ、ブーン。厳しそうかな、普通ね。ダメ、よかった、マジ保留入れといて。確かにマジでよかった。さあ最後の保留ですね、あれが多分先バレの保留。さあというところで3時になりました皆様、というところで時間終了。俺はもうどうしようもない状態。さあ私最後の保留じゃなかった、ここで、あ、揺れてるわ、ミニレブ。オッケー、ミドル保留、これが本当の最後の保留ですね。頼む、先バレ絶対に行け。おい、ミリアボタン。さあ現状俺が、1万3300発持ってるので、これで取れば、まず初当たり取れば1万5000、ちょっと足りないかで、じゃあラッシュ入れないといけないんだ。これ初当たり取ってラッシュを入れる、それで勝ちか。うん、オッケー。そっからはもうプラス分、プラス分ね、うん、タバコも吸える、いろいろ飯も食える、牛丼も食えると思う、満喫も泊まれる可能性もある、あるね。6000、オッケー。やばくない、やってるよね俺ね、初めて見たよ俺こんな神展開、神展開来ましたこれ。ある、こんなこと、神すぎるでしょ、鬼がかってる、神がかってるよ、あなたはもう。ありがとう。さあやり返す、こっから反撃見せる。おっしゃ、当たり前に取ってく。179回転目、ラストのラストでぶち込みました。投資は6万2000円変わらず、持ち玉ないでございます。マジでいけ。さあタイトル戦、いけいけ。チャンスアップ入ってない今の、どっち、いけ、マジで落とせ、いけ、きしゃー、鬼がけた、こいつすげえ、神がかってる、神がかり、マジでやーべー、ま、あの保留がなかったら、そう、あの保留なかったら勝ってないのよ、あの保険を入れてなかったらだよね。そう、保険入れといたから。すごいよこの男、やっちまったぜ。いやー、すごいことが起きた平塚で。こっから伸ばした分だけ今日の夜使えるお金ってことなので、なんとか伸ばしたいと思います。もうあとはね、俺次第でシュンタが楽しめるか楽しめないかも決まるんですよ、本当に。マジで俺本当に嫌だ。おっし、変わってる。まあこれ先バレモードやってノーマルモードでやってます。ノーマルね、うん、入れてなかった、集中リスタート。早いな、ちょっと早いね。さあ3000発取っていこう。うん、光ってる、うん、放流点滅だけで結構熱いから。もうこれで確定しました、私はもう今日車中泊なんかじゃありません。よしよし、あーおもろくなってきた。さあさあさあ、今車中泊じゃなくなって、もう満喫以上は確定したんで、確かにね、こっからどうやって積み上げていくか、ランクアップしていくか。さあぶち込むぞ俺は。あーおもろいね、カッパこの男は。おもろい、おもろい、ラッキーで生きてきた人生やっぱりラッキーは俺に付きまとう。オッケー、いいぞ。残り30回転、オッケー、うん、いけるぞ、いける、ダメ、大丈夫、いける、絶対にいける。こんなんじゃ終わんない、こんなんじゃ終わらないし、こんなんじゃ終われない、まだいっぱいいろんなことしたいよ夜。残り10回転、絶対にいけ、集中、 SC 残り10回転から、いける、絶対にいける、いかダメか、やってしまったかも。いやまあなんとかギリギリ耐えたって感じですかね。いやでも素晴らしい、スーパー神がかりでした。いやありがとうございます。じゃあ一回弾流して、はい、外行きますか。一回行きますか、はい。
お疲れ様でした。本当に本当に疲れたね、うん、本当に疲れました。本当に疲れましたってところで結果の発表しますか。発表しますか。では私からいきましょうか。はい、はい、私がですね、投資12,375玉、はい、回収ゼロ、趣旨マイナス12,375玉。玉あーやばいね、おかしいことになっちゃってるよ。全部ザトウイチのせいよ。あーマジで、ひどかったね、やっぱザトウイチ。もう一生打たないと決めたんだから。まあでも ねそんなこんなで、はい、この神がかった男がやってくれました。どうですか、花川さんは。はい、ということで私発表させていただきます、はい、投資が15,500発、はい、回収が19,118発、はい、ということで収支プラス3,618発、勝ち。素晴らしい、素晴らしすぎるんだが、マジで最後の最後まで諦めなくてよかった。いや、あの保留ね、本当にそう、あの保険の保留がね、先張りがね、そう、いや神よ、あれあんなことある、マジで。残り1分もなかったぐらいのね、本当ギリギリで、ね、入れた保留でなんとか、プラスに持ってけたっていう感じでございました。ドラマを作ってくれたね。いやー、よかったです。いや、すごいマジで、それまで何もできなかったから。まあ、ザトイチ打ってないからね、俺らね。まあ、打ってないね、うん、なかったことにしなかったことにし、できないけどね。なかったことにするできないんだけど、本当にやったけどやってない男みたいな感じにしようよ。記憶から消した、記憶から消すやつだ。いや、そんなことできないですけども、まあ、トータルで結果的にじゃあどうなのかな。まあ、結果62,000投資からの、はい、一応76,400円になりましたので、すげえ、はい、14,400円プラス。素晴らしい、イエス。あのザトウイチからね。すごすぎる、マジで。からのすごい、本当に残り10分ぐらいでの追い詰めで、すごいよ。ありがとうございます。で、今日その14,400円で、まあ、生活し、まあ、2人でね、まあ、青スピードしてだからね、じゃあ、まあ、青スピードして、どうした、平塚で14,400円使って生活しようねって企画だもんね、これね。違うよね。そうじゃないの。俺が生活できるのが14,400円。いやいやいや、現状あなたは0円ですよ。まあ、そうだったけど。そうだったけど、結託しようって話したじゃん、途中で20打ちなかった。全くしようね、あれは別に紙に書いてるわけじゃないから。嘘だ、本当に。全然紙に書いてない。怖、この人裏切るってことじゃん。あんなに死ぬ気でさ、いろいろアウスピショート動画からだよ、ショート動画からね、あの全然再生されない時から一緒にやってきてね、いろいろ紆余曲折を経てね、今こうやって一緒にパチンコやってるわけさ。今日は今日。まあまあまあ、どうしよっかな。でもまあまあ、でもまあ一応ね、さすがにまあ一緒にやってきたっていうところはあるので、なんか、まあ確かにかわいそうだなと。そうだよ、サチワークするんだもんね。かわいそうだなと思うから、まあ何かしらの誠意を見せてもらったら。何かしらの誠意を、全然全然いいかなと思って。なんか、まあ誠意があれば別に俺もね、なんかあの、まあ全然、まあ簡単じゃねえから、やっぱり。簡単じゃねえからさ、ここまで持ってくる。まあ、それはそうだよね、うん、確かにね。まあ一応14,400円あるから、うん、まず泊まりたいの、泊まりたくないの、車中泊。それは泊まりたいよ、ね、お願いします。泊まらせてくださいよ、お願い、お願いだから。許してよ、お願い。いや、楽しいね。楽しいね。いいよ、じゃあ。ちょっと言った。まあ、先のこと考えたら、まあ、やっといた方がいいわ、多分。俺はバカじゃねえ。俺はバカじゃねえ。やったー、まあ、ということで、まあ、じゃあ、ちゃんと計算しながら。もちろん、もちろん。やるので、じゃあ、調べれる。何でもします。何でもします。一応1万4000円やったやつ。一応スマホ、1ケースだけ買う。いくらでも知ってください。全然ね。とりあえず、ホテル探してもらって、終わりました。ご飯とかも、ちゃんとアテンドする。ありがとうございます。わかりました、本当に。そうでやってもらえたらいいかな。了解しました。それではご飯パートまでどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。食べようや。まあ、一応5000円分ぐらい使えるんで。まだ全然。そんな使えるの？うん。ホテル予約しても、まだ5000円分ぐらい使えるんで。まあ、何でも食えや。ありがとうございます。とりあえず腹いっぱいにして、一体ホテルに向かいます。幸せだ。食べる気満々。ほぼ。いただきます。なんかうぜえな。なんでだよ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。というところで、ホテルにいます。今はありがとうございます。はい、本当に。ありがとうございます。なんとかね。
まあ、地域で一番安いホテルにと、はい、いうことで一応泊まれたんで、ありがとうございます。とりあえずよかったね。いやー、本当にもう500円ぐらい赤座からおごってもらってる状態から、ね、行ってしまいました。まあそうですね、俺はもうこんなところに入れるはずがなかったところを救ってもらって今なんとか、まあ、俺にもまた別部屋があるんでね、はい、ということで、まあ一応その詳細だけ話しますか、どんな感じだったのか、何に使ったとかね、はい、1万4400円持ってて、はい、そこからまあこのホテル代が2人で、8716円、2部屋でね、うん、で、まあ夜道でラーメンさっき食べたんですけども、それが山岡屋が、2740円、うん、で、最後コンビニでちょっとね飲み物とか、コンビニもでもこんなに使わせてもらったんですよ、赤田さん。太っ腹でしょ、キノコの山とか。お前、キノコの山とか買ってたんだ。おい。買っていいって言ったから。まあまあまあ、いいんだけどね。まあまあ。全部買ってきて。全部買っていいって。ありがとうございます。まあいろいろ買いまして、まあ2人で、2054円。はい。買いまして、結果、残り890円を残して、終了っていうことで。ありがとうございます、本当に。いやー、なんなら俺普段より金使ってるわ。ちょっと普段よりちょっと贅沢してるぐらいな、してるぐらいの、感じの逆の意味わかんない会話とかだけど、そうです、ね、ありがとうございます。いやー、まあ、いやー、この本はマジで返させてほしい。いやー、まあ、これは。ね、うん、まあ、いつもありがとうございますということで、まあ、一応やらせていただきましたけども、はい、まあ楽しかったね、ギリギリで。いやー、もう神展開作っていただいて、車中泊だった時マジでゾッとする。本当に多分車の中で目つぶったら、ザコイチの位置が多分現れちゃう、俺の頭に。いやもうあいつのせいだってなっちゃう、トラウマに狙ってるから、ね、よかった。ほんとに、いやー、まあということで、いやでも店内状況もよかったんでしょ。ほんとに延々でも9万5000発出てたりとか、やばいよね。アリアもコンプリートされてたりとか、うん、スマホの部分もコンプリートしてたりとか、うん、あとは4、5万発はザラに出てましたね、はい、パチンコめちゃめちゃ盛り上がってたんで、あ、本当に弾けなかったのが俺らだけで、うん、なんで座頭維持座ったんだって改めて思った、うん、店内に行った時に。、はい、まあ一応明日もね、アロヒラさんですね、はい、はい、明日また別の企画やるんで、はい、またぜひちょっと見ていただければ嬉しいです。お願いします、はい、ちょっと今日とは違う感じの企画をやらせていただければなと思うので、なんかこいつら、片方勝ってて片方負けてても結果2人とも一緒じゃんって思った方、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。ということで皆さん、またエクスなどいろいろなフォローしてください。はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。今後ともアオスプレよろしくお願いします。ということで、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。さよなら。やめろやめろ。暴れていい、暴れていいホテルじゃないと。バイバーイ。お疲れ様でした。最高だ。うぜえな。着物はトモ。おー、ありがとう。トモや、トモや、トモや。